磁気テープ。磁気テープとは、粉末状の磁性体を、テープ状のフィルムに、バインダー、接着剤で塗布、または蒸着した記録媒体で、時価の変化により、情報を記録、再生する磁気記録メディアの分類である。用途により、オーディオ用、ビデオ用、データ、コンピュータ用などがある。また、オーディオやビデオ用には、アナログ記録方式とデジタル記録方式がある。 記録容量に応じ、テープ幅や厚さ、一巻の大きさ、すなわちテープの長さのバラエティに富む。アメリカで発達したことから、テープ幅を、インチ、テープ長を、フィートで呼ぶ習慣がある、日本企業中心に規格化された8ミリビデオテープや、ダットなどの例外もある。日本の法令では、磁気テープ、これに準ずる方法により一定の事項を確実に、 記録しておくことができるものを含む。以下同じ。等として CDR や紙テープなど本人の磁気テープとは関係のなメディアも磁気テープに含ませる場合がある。長い帯状のテープを巻き取るなどして移動させることによってテープに書き込まれた情報を読み取っていくというその構造上シーケンシャルアクセスに向いている記録媒体でありランダムアクセスはできない。 体積あたりの記録密度が高く、容量あたりの単価も比較的安価である。耐久性にはやや難があり、時期によって情報を記録する時期メディアの一種であるため、強い時界に近づけてしまうと記録した情報が破壊される。また、テープ部が経年劣化によって時勢が弱まり、情報を維持できなくなったり、伸びたり切断したりで破壊に至りやすい。 磁気テープ、装填装置、テープドライブともに定期的なメンテナンスが必要である。テープのたるみの修正やメカニカル部分の清掃、磁気ヘッドの退治対策などを適時していかないとテープが巻き込まれて破壊に至るなどの危険がある。原型は19世紀末にアメリカやデンマークに登場していたが第二次世界大戦中のドイツで録音用メディアとして実用化。 ピエール・シェフェールが磁気テープを初めて音楽に用いた。ノイズの少ない音楽や演説のラジオ放送に興味津々だった連合国側は終戦によって初めてその技術の実態を知り一挙に世界中で広まった。1950年代にはアメリカにおいてコンピュータの記録メディアとしても採用され始めた。録音用途においてもレコードや放送においてだけでなく、 一般家庭での録音用としても次第に普及。開発されたのが始まりとされる。当初は巨大なオープンリールであったが、その後小型化が進み、カセットタイプのものも開発された。合わせて録音用だけでない音楽ソフトのパッケージとしても、レコードと並行して次第に普及。 オープンリールタイプのソフトは1970年代まで、カセットタイプのソフトは2010年代に至っても、売りされ続けている。その後は、各種デジタル記録メディアの開発、普及とともに次第に用いられなくなり、その役割を終えつつあったが、大容量化技術の開発と、一般向けクラウドストレージサービスの増加により2 0 1 5頃から、データ用テープの生産量が増加している。また、 東日本大震災以降はハードディスクドライブに対するコスト面での優位性から予算に余裕のない自治体がバックアップ用として新規にシルベ入る事例やテープ保管サービスの利用が増えているという。また磁気テープの利用増加は日本国外の方が日本よりも先行している。その後も容量の増大などの研究開発が進んでいる。2014年現在、 富士フ,フィルム、ソニー、日立マクセルの3社で、世界シェアのほぼ100%を占めている。幅3から4メートルのフィルムの片面に、自性層を静膜し裁断。リールと呼ばれるボビンに巻き取り、プラスチック容器等に装着する。自性層の静膜には、塗布、蒸着、スパッタなどの方法がある。一般的には、片面だけだが,が両面に静膜した製品も見られる。 静幕後、リールへの巻き込み前にサーボトラッキングのための情報が記録される場合もある。磁気テープを利用したメディア規格としては以下のようなものがある。記録装置は高価であるが他のメディアに比べて容量が大きく、テープの容量あたりの単価が安価である。しかしながらランダムアクセスはできない。こうした特徴から企業が保有する大規模なサーバなどのバックアップや、 参照頻度の低いデータのアーカイブ用のメディアとして利用される。アメリカでは個人用の安価な装置が一定の普及を見た時期もあった。データの頭出しに時間を要するが、ルート規格に見られるように連続したデータの読み込みは非常に高速である。また、DDS、DLT、ルートなどであれば、オートローダーもしくはテープライブラリー呼ばれる装置を用いることで、 マガジンに装填されたテープを自動的に交換できる。テープ1本では容量が不足する場合の自動化の時などに用いられる。オーディオビデオ用テープに記録できるストレージもある。デジタルとアナログで姉妹規格となっているものが多いため、デジタルとアナログは分けずに記載する。塗布されている、磁性体が酸化台に鉄、ヘマタイトで茶色である。 メタルポジションテープに反転したパターンを記録して、バイアス次回中で重ねることで転写することにより、大量複製が可能。また、音楽用に最適化されたノーマルポジションテープは中低域のモルに優れる。クロム及びコバルトの酸化物が塗布されており、S、N の比、中高音域の再現性が優れる反面、中低音域の再現性やモルに関しては、 音楽用ノーマルポジションテープにやや及ばない面もある。テープによっては黒2の表示がある。これは二酸化クロムのこと。保持力の優れた非酸化金属磁性体、オキサイドが蒸着されており中密度の記録に適する。大量複製時のマザーテープとしても使用されるが、メタルポジションテープ自体は転写法による大量複製は適さない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。